今日は私たちの未来を変える SDGs というタイトルでお話を進めさせていただきます。このセミナーで皆さんにお伝えしたいことは2つです。1つ目は SDGs は自分ができる身近な目標だということです。 SDGs と聞くと世界の話とか企業や国がすることだと思っている人がいるかもしれませんが、それだけではなく皆さんの生活にも実は SDGs につながっていることがたくさんあります。そして2つ目は理想の未来になるために今日からできることに気がつきましょうということです。 SDGs の大切なポイントは一人一人の行動で未来は変えられるということです。2030年の未来では皆さんが主役です。地球上の今ある問題について自分でできることや仲間と一緒にできることを考えていきたいと思います。それでは日本の SDGs の今を知るために日本の SDGs の達成度を見てみましょう。色によって達成状況が一目で分かるようにされたものです。緑色は達成できている、黄色は課題が残っている、オレンジ色は重大な課題、赤は最大の課題という意味です。達成している目標は緑色ですので3つあります。ここと、ね、ところで皆さんはもったいないっていう日本語が世界の共通語になっていることってご存知ですか？ケニアの環境副大臣が環境を守る国際語として私たちの日本語もったいないという言葉を世界に広めようと活動されました。物を大切にする心を表すもったいないという言葉はリデュース、ゴミの削減、リユース、再利用、リサイクル、再資源化の環境 3R、 そしてかけがえのない地球資源に対するリスペクト、尊敬の念、これらの4つの言葉を一言で表せるもったいないっていう言葉が素晴らしいと感銘を受けて世界共通語にしようとキャンペーン活動をされました。特に私たちにとって一番身近な問題としては食品ロスの問題があります。食品ロスとはまだ十分食べられるのに捨てられている食べ物のことです。でもこの食品ロスの身近な取り組みとしてお店の陳列棚の手前に置かれた食品を取りましょうという手前取り運動というのがあります。消費期限の近い食品から買うよう消費者に呼びかける取り組みです。皆さんもコンビニの棚に貼っているあるこの黄緑色のこんなステッカーって見たことないですか？皆さんも今日からお店に行ったときは意識して手前取りをしてください。毎年世界経済フォーラムで発表される男女平等の度合いを測るジェンダーギャップ指数のランキングがあります。日本は先進国でダントツの最下位、120位です。こんなにもランキングが低い理由はいくつかあります。国会議員や政治家、管理職など社会のリーダーシップを発揮すべきところに女性の数が少なく評価が低いということだと言われています。家庭での家事・育児の役割分担がまだまだ女性に偏っているということが女性の社会進出やキャリアアップの障害になっているということも否めません。今後の日本のジェンダー平等を実現するためには社会のみんながジェンダーによる不平等をなくし、皆さんのような若者や私たちがもっと政治や経済に興味を持って意識を変えていくということが必要だと思います。そんな中、これからの若い女性はライフステージがどんどん変化していきます。そういう自分の人生をしっかりと自分らしく生きるために精神的な自立と
経済的な自立の両方が必要です。今回皆さんはこのコンテストに自らチャレンジをしたことでファイナリストに選ばれました。変化を待つだけではなく、自分らしい人生を自分の力で切り開いていく強いパワーをお持ちなんだと強く感じます。ミスエコのコンテストを通じ、地球を大切にする心とか、女性が輝き活躍する世界をどんどん発信していっていただきたいと心から願っております。